おります。ジャガー頑張ります。どうもこんにちは、ジャガー横田です。2週間ぶりの生放送、生配信になります。ですね、この度ですね、私今回は、ゲストさんが多いためにアシスタントがいないため私が進行していくので結構頼りないかもしれませんが、最後までジャガー頑張ります。ですね、この鳥越あずよりFM、このジャガー頑張りますはですね、毎週水曜日夕方の5時から放送になっております。ぜひぜひご覧ください。ですね、今日の放送分もなんですが、2週間以内に、この鳥越あずよりのホームページで、2週間以内になりますが、ローテーションして、放送しておりますので、そちらの方もご覧ください。よろしくお願いいたします。この放送でも話っていうかホームページでも出てると思うんですが、いろいろにご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。ですね、陽性反応のコロナですねが方が出てしまいまして、私もですね、濃厚接触者ということで、なんですか、PCR 検査を受けましてですね、2週間暗い人生を送っておりました。その時のお話をね、先にさせていただきますが、ゲストさんが陽性が出てしまったので、私は濃厚接触者ということで、PCR を受けたんですが、私もちろん陰性だったんですが、一応様子を見なければいけないので、2週間はずっと部屋の中にこもっておりました。もちろんですね、主人子供とも会わずに、私の部屋はですね、ゲストルームみたいになってまして、お風呂 と、トイレがついておりますので、外に一切出なくても生きていられるんですね。それで私は外に、子供から LINE が来てですね、マミ外に飲み物と食べ物置いてあるからって会いに来ないんかいっていうぐらい冷たくされました。これぐらいやっぱり、コロナのね、患者さんはね、すごく寂しい思いをして辛い、こういろいろ考える時間はあったと思うんですけどね。病気で苦しいのに、こんなにこう阻害されたような人生を2週間歩むのはすごく大変だなと、私はひしひし とコロナではなかったんですけれども、寂しいなと思って涙は出ませんでしたけれども、ポツンと一人で考える時間がたくさんあったなと思いました。ただですね、やっぱりこれが長く続くとちょっとおかしくなるんじゃないかなと思ったことがですね、私このようにネイルをしているんですが、考えることも尽きた時にはなんか爪をこう剥がし始めてですね、これマニキュアのように簡単に取れないんですよ。なのにこうやって取ってて気づいたらですね、全部取ってたんです。やっぱりそんな一人ってろくなことは考えないなっていうふうに思いました。無事陰性で今のところ何の状態もなくですね、元気にしておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。まずはですね、FM じゃなくて、鳥越あずより FM ではですね、応援の会が、常に募集しておりますので、応援の会、こちらの、応援の会に入っていただきますとですね、特権というか生放送見学があったりとかですね、番組 MC とのイベント、生放送中の生電話とかも出ていただいたりとかいう、いやこれは特権なんでしょうかね、でもぜひ応援する会に入っていただいて、皆さんとこう肌でお会いできたらいいなと思っております。ぜひこの応援の会で応援してください。こちらですね、こちらの、ホームページにご連絡ください。よろしくお願いいたします。あとですね、コロナ対策としまして、今日はフェイスガードもしてますし、この何ですか、このパネルも置いてありますので、安全です。
それで一番はですね、このトレイル、これのおかげでですね、私たちは濃厚接触者でもコロナに感染しなかったっていうのもトレイルのおかげじゃないかなとも思っております。ただ今回は大事を取ってですね、このフェイスガードもしておりますけれど、トレイルとあと換気なども、こまめにしておりますので、安全対策で、行っておりますので、見てる視聴者の皆さんもご安心して見てください。応援の会でとはまた別でですね、今回からスポンサーさんをですね紹介させていただきたいと思います。この番組のね、応援してくださるスポンサーさんをね随一募集しているんですが、今回スポンサーさんが決まったようなので、その方をちょっとご紹介したいと思います。ですね、大田区にお住まいじゃなくて大田区にいらっしゃいます田園調布税理士事務所さんですね、この方がスポンサーさんになっていただいたようです。この曲もこの先生に、お世話になっているそうですね。税理士さんですね、いやありがたいですね。この番組の今出てますね、おありがとうございます。田園調布税理士事務所さんですね、この度はスポンサーさんになっていただいてありがとうございます。じゃあ頑張ります。このように宣伝させていただきますので、どうか、たくさんのスポンサーさんがねご協力いただいたらありがたいなと思います。本当先生ありがとうございます。じゃあ頑張ります。はい、そうですね、今日はですね、まだ時間早くてもあんまりこのいつもアシスタントがいるのでやり取りが結構長いんですけど、今回はですねゲストが、3名来ていますので、多分話も長くなると思いますので、まず今日は早めにゲストを紹介したいななんて思ってるから、みんな用意しているかな。用意はいいかい。おお、こんなことをしてます。それでは今日のゲストをお呼びいたしましょう。どうぞ。てきた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 。どうぞどうぞ。ああどうもどうもどうも。ああ、よっしゃ取れるかな。はいはい。こんにちはこんにちは。失礼します。はい。はい、どうもどうも。いや、いっぱいみんなフェイスガードもしております。はい、どうも、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。劇団虹色革命の、代表の丸です。丸です、よろしくお願いします。ね、3週間ぐらい前にも、はい、1ヶ月ぐらい前にね、ゲストで来ていただいて、いろいろお話を伺いましたか。例のこのリングリングリング、うん、ちょっと出るのかな。ねえ、チラシのアップは出ますか。チラシのアップ出してください。出ますか。はい、これです。ありがとうございます。丸からこのリングリングリングの、はい、簡単な説明をしていただきましょうかね。はい、はい、年末に来週本番なんですけど、はい、リングリングリング、塚康平さんの、うん、脚本で自分が演出の舞台があります、うん、で劇団の、大きい、公演、舞台の公演となっております、うん、で日程は、はい、日程は12月24日から27です、うん、よろしくお願いします。場所は大塚駅のよろず劇場です、うん、お願いします、ね、また人数もね少し少なくしてやるのでね、はいはい、なかなかこう安全には気を使っておりますので、はい、ぜひ皆さんが見に来ていただければなと思います、はい。今日はです豪華ですよ、この主役のお二人に来ていただいております。どうぞ。隣、自己紹介自分でまず。はい、はい、劇団水色革命所属でアクトレスガールズで現役女子プロレスラーやっております松井美沙です。よろしくお願いします。同じく劇団水色革命の岩井清香です。よろしくお願いします。このね、
これ A チーム B チームに分かれているんですね、はい、この、はい、リングリングリングは、はい、その説明もどうぞ、はい、丸さん、A チーム B チームというのは、うん、A チームは、一番奥の岩井京香が、うん、主演でやってるチームなんですけど、こちらは役者チームといって全員役者さんです、うん、で B チームの方は松井美沙が主演でやりまして、プロレスチーム、うん、あとは、まあ、芸人さんがいたりとか役者がいたりとか、いろんなエンタメが融合した、座組になっております。なので、まあ、簡単に言うと、うん、役者チームとプロレスチームですね、うん、でジャガーさんはプロレスチームに出ております。はい、いやもう本当私が一番稽古回数少ないと思うんですけれど、この舞台のなんか簡単なあらすじみたいな見どころみたいなものを丸からなんか説明してもらえるかな、はい、まあ、長与千草という役の方が主演での物語なんですけども、うんうん、その長与千草さんがプロレスラーにその行くまで、プロレスをやってからもいろんなことがあるんですけども、うん、まあ、恋愛とか親子愛とか、うん、友情とかなんかいろんなものがあるけど、最後乗り越えてやっぱり取るべきものはベルトである。そうですね、はい、ね、伝えるものがあるんだよね、はい、はい、うん、あらすじですかね。いやもう本当に私が一番分かってない、このよく分かってないとは思うんですけれども、いや何を、私だって結構大切な役よ、大切です、すごい意外とね、はい、大切な役、うん、意外と大切な役なんですよ。長与千草さんのなんかもうライバル、ライバルだけど刺激した相手なんだよね、デビル、はい、デビル直美という名前で、はい、昔デビル正美っていうのいましたけど、はい、あれではまた全然別の人間で、はいはいはい、ね、デビル直美役で、ね、直美役で、ね、はい、出てますけれど、はい、結構これがポイントなのよ、結構ポイントあんまり出ないけどね、長ゼリフもないけどね、はい、すごいポイント。いやでもこの舞台は大変です、もう本当に。でも見どころも本当泣いたり笑ったり、忙しい舞台ですよね、はい、役者さんが特にそうですよね、うんうん、もう感情のジェットコースターみたいな感じ、うん、確かに、もう今笑ったと思ったらまあシリアスになったり、はい、なんか憎ったらしくなるかと思ったら面白かったり、そうです、ね、嫌なやつと思ったら結構いいやつだったりとか、はい、ね、これは見どころあって、これは塚光平さんがこういったものを作り上げたんでしょうね、はいはい、もちろんこのプロレスの、そう、プロレスの世界を想像したものであり、全部が同じではないんですけど、塚さんから感じ取ったものを物語ったんでしょうね、はい、そうですね、うん、はい、本当に、主役のお二人はこの役をやっててどうですか、はい、お一人ずつからもうやった今の稽古してる感想。女子プロレスの方はやっぱりすごいんだなって思いました。私は役者なのでプロレスは分からなかったんですけど、いざプロレスラーの役っていうのをポンって振られた時に、今回言っても試合シーンとかもちょっとやらせていただいて、いやすごいってとにかく思いました。かっこいい、なんか見てるだけだったので、いざ自分がやるってなると、このかっこいい人たちのことをやるんだってなったら、もう大変だけど楽しいなって思います。ありがとうございます。これでどうですか、こっちの千草さんは。はい、自分は現役女子プロレスラーやらせていただいてて、やっぱ長与さん、長与千草さんの凄さというかカリスマ性みたいなのを、うん、もうすごいもう見てきて、うん、で自分がその役をやるっていうので、もうめちゃめちゃプレッシャーを感じてるんですけど、うん、でもさっき通し稽古を本当にリアルでやってきまして、うん、プロレスチームの方の通し稽古、うん、で本当にさっき言いましたけど、感情のジェットコースターですね、うん、本当に忙しくて、うん、自分まあ、主演だからしょうがないんですけど、ずっと舞台上にいるんですよ、うん、全然吐ける間もなくて、うん、もうずっとこんなのもうすっごい疲れた。でも笑ったり泣いたり忙しいね、はい、本当にね、すごいなんかもう感情を揺さぶられる、うん、そんな作品だなって思います。うん、すごく考えるところがあってね、はいはい、本当に難しい役をお二人はこなしてますけど、私はセリフが長くて大変だってそればっかり見てますけど、その感情の切り替えっていうものも、これは本当にこう役者としてもまたプロレスラーとしても、これはもう一つこう、うん、
なんていうかな、成長できる舞台であるなっていうことはね、はい、確かだよね、はい、うん、ただやっぱりね、私は役者さんを見ててプロレスラーの役をするっていうことがすごい、こっちは本業なので、はい、役じゃないの、プロレスの部分はね、はい、だけどそこの以外のところはやっぱり初めての経験の役もね、あのミサの場合はあると思うんだけれど、はいはい、それって演じきるっていうのがね、やっぱり私は客観的にね、同じこう舞台に上がらせてもらうんだけど、そういったことばっかりこう見ながら稽古してるんだけれどね、ほんと、どう、あの監督というか、あのどうですか見てて、演出として2人を見ててですか、うんうん、2人、そうですね、また全然タイプが違うので、うんうん、やっぱりその同じセリフを言ってるんですけど、うん、全然違う作品だよね、なんか、はい、やっぱりプロレスチームの方って芸人さんも 3,4 人とかいるので、うん、やっぱりどっちかっていうとちょっとコメディ色だったりとか、うん、やっぱレスラーも多いので、うん、その試合シーンで迫力があったりとか で、うん、で役者チームっていうのはそのみんな役者さんなので、うん、その徐々にそのあのコントロールしながら芝居を作ってるっていうこの大きな違いは、いや、めちゃくちゃ面白いなって思います、ね、あの役者の中にさ、漫才師とかいるの、役者チームですか、プロレスの B チームの方に、はい、あのはい、あのなんだっけ、あっぱれ一郎、あっぱれさんとかもしかして、はい、もしかして漫才師、芸人さんです、芸人さん、あ、そうか、はい、やっぱり芸人さん、芸人さん、あとあの、うん、川本さんっていう西口プロレスのリングアナとかも芸人さんですね、なかなかふざけてんもんね、はい、普段からこう見てて普段がおかしいわ、そのまんまね舞台上にこう出して、はい、またあれもプロだなと思ってね、はい、見させてもらうけど、うん、すごいですね、うん、芸人さんも、もうほんとこのちぐさが笑いが止まらなくて次のシリアスシーンどうすんだろうと思いながら稽古見てるけど、はい、本当に笑ってますよね、リアルに素笑いが出ちゃうくらい面白い、うん、ただね、まあ、客観的に見て主役ですごい重大な役なのに、はい、その素で笑えるっていうこの気持ちの中の余裕、 あれがすごいなと思ってね、普通おかしいこと言われても次のセリフを追ってたら笑えないので、あの彼女はごめんなさいね、あなたのはまだ見ていないので、うん、なんとも言えないんだけれど、はい、まあ、一緒の舞台に立ってるので、はい、いや、この切り替えもそうだけど、素で笑ってけど、お前この後のもセリフ大丈夫かいって私なんか台本見ながらそうだよ見てて、いやそれなのにちゃんとね、はい、言えてるところが本当プロフェッショナルだなと思って感心ねさせてもらってるんだけど、すごいジャガーさんよく見てますね、見る目あるんだけどやる力がないんですよ、すいませんけど演出家としてもすいません迷惑をかけておりますけど、まあ立ってるだけで絵になると言われてきてるので、もうすごいいいです、うん、本当にジャガーさんどんどん良くなってます、本当にもうラストシーンとかもう最高潮ですよね、あれ泣きますね、すいませんセリフないですけどちょっとラストシーンはありますよ、一言、あ、一言ね、あ、一言ね、セガさん、あ、言っちゃった、あれ言っちゃいました、言っちゃった、ネタバレです、あ、言っちゃった言っちゃったそうしてこの舞台は面白いということでぜひ見に来ていただければと思うんですけど、いや、あれはね、本当に痛い言っちゃいけないんだよね、うわー、痛い後先になってしまいましたけど、このね、ミサがね、プロレスだという証拠でですね、今日ちょっとありますよね、試合の、はい、はい、ぜひちょっと、はい、お願いします。はい、マイク生きてますので、はい、この時の、その時の試合が今映りますので、はい、はい、途中からになりますけどね、はい、お願いします。セラとやってるのかな、セラさんです、うんうん、あのデビュー6ヶ月くらいの時で、うんうんうん、今3年目になったんですけど、うんうん、すごいあの拙い、うん、と思います、久しぶりに見ます、自分もこれ、おボディスラム、お上がんない上がんないほら考えろ頑張れ、お逆にやられちゃったよん、かわいそう、まあ6ヶ月だからね、6ヶ月、うん、あデビューして、ね、はい、いや困ってるね
こう起こした後とかやり返しても何をやっていいかがわからないもんね、最初はね。はい、わからないですね。ね、今もだいぶ成長してますからね、試合もね、アイスリボン、アクトレスガールズ、アクトレスガールズでね、試合やってますからね。はい、アクトレスガールズの人も結構ディアナのね、はいはい、リングにも上がってもらってるので ね、 そうですね、上がった時ある？ない、まだありません。あれ、出してもらえないのかな、それとも出さない理由があるのかな。あら、なんで出ないんだろうね、アピールする。いや、いつでも出る。あ、ほんと。じゃあ、今度言っとく。ありがとうございます。私と渡る。じゃあ、ほんとすごい。絶対見たいです。ね、絶対ほんとだ。ねえ、舞台上で渡るのに。ほんとに初対戦。ほんとだよ、舞台が初対戦で初組したいね、組。ねえ、ね、セラも、はい、あの水色革命でしたね。はい、今年の5月に卒業して、卒業して、はい、じゃあ今もう舞台はやってない。はい、今は、はい、あ、そう。え、レスラーは、レスラーはやってる。はい、すごい活躍してますね。はい、結婚したんだよね。結婚しました。はい、離婚してないまだ。みんなね、大体ね、レスラーね、あの結婚すると離婚する人もいるからね。私、うん、ああ、私はもう、まあ、も元レスラーだからね、マル。皆さん、マルも元レスラーであります。私の教え子であります。よろしくお願いします。いや、どう、この時の試合は覚えてる？覚えてます、多分。多分って、でも今の、うん、さっき受けてたジャイアントスイング、めちゃめちゃ覚えてます、うん、ねえ、目もあるんだよね。過去一早かったね。え、ほんと。足腰強くないとね、回せないのよ、意外と、ね。そうですよ、簡単そうに見えて簡単じゃないんだよ。遠心力つくまでが大変だからね。ああ、こんな、いやー、いやー、ね、プロレスこんなにいっぱい流してますけど、まあ、どう、プロレスと舞台の楽しさってまた違う？違いますね。いや、でもね、ムサワってあれだよね、生き生きしてるよね、でもね、やっぱさすが主役になってんなと思ってね。私ほら、プロレスは今初めて見てるから当たってもいなければね、見た時もないので、あの試合がどこまでできるのかがちょっとわからなかったので、はい、うん、ちょっとね、こういう縦の部分が彼女とあるけれども、はいはい、うん、どこまでこうね、やったらいいのかなとは思ったけど、はい、なんだよ、たった私やられてるだけか。まあちょっとしょうがないの、病気だからね。はい、うん、いろいろジャマさん全部言っちゃってますあ、これね、面白いとこ、これ、え、なんで病気なのとかさ、あ、なん、どういう戦いをしたのっていうの、やっぱりこの舞台の面白いところでしょう。はい、もう、もう言いたい、もう言いたい、黙ってられないのよ。はい、じゃあそろそろ、ミサの紹介 VTR は終わりにしましょう。はい、はいはい、ありがとうございます。まあ、今はもっとね、成長、もっと成長してるでしょ、プロレス。当たり前ですよ、ね、そうだよね、そりゃそうだ、そりゃそうだ。だってリングで舞台でね、はい、ちょっとやっただけでこうできるかできないか分かるからね、はい、結構こうジャンプ力とかバネを使ってやる試合するんでしょ、はい、ああ、そうです、ね、何をやるか分からないんだけど、はいはい、だからちょっと動きを見てると、ジャンプ力とかそういうのもあるのかなと思って、うん、そういうバネを使って、はい、見せたり攻撃、はい、攻撃をしたりしてるのかなって想像したけどね。すごい、全部わかっちゃう。そうなんです、バレちゃうね。でもやっぱり、まあ、身長も低いもんね、そんな高くないので、はい、それができないとレスラーとしてはね、ちょっと何に使うんだって。ほら、太ってたり背が大きければね、はい、いいけどね。そういう意味ではプロレスもやっぱり体に合ったものをやっていく、はい、で舞台の場合は違うよね、また体に合ったものっていうか、もっとなんていうのかな、大きく見せなきゃいけないのは一緒なんだけれども、はいはい、なんかその役に体もなんかいろいろ寄せていくみたいな感じですかね、うん、演じなきゃいけないので、うんうん、ねえ、やっぱり大変だなと思って、今日ね、役者さんのほら、あのプロレスシーンとかあるじゃない、はい、やっぱああいう時にね、そうやって
あのなんつうかな、レスラーに見せようとするその身のこなし方、もともと技はやった時ないから、はい、ほら形ごとのものだけれども、はい、それって大変だなと思ってやった後のポーズとか、はい、ああいうの逆に役者さんのを見て勉強しなきゃダメだよね。やったわーなんて言ってもうストロングスタイルのね、あのちょっと体の大きいね、はい、役者さんがこうバーンと跳ね飛ばしてるけどすごいなりますもんね、プロレスチームで、うん、すごいああいうの一個一個見てもね、やっぱ業界違いど、あの通ずるものがあるなーなんてすごくね、はい、思って見てるんだけど、はい、うん、そんでさ、はい、このあと約25分もあるよ、はい、あ、はい、なので、はい、そういう風になるとこの話は端々に出すとして、はい、で最後には私バラしとく、バラしちゃう。あ、ダメなの、どこまで行っていいの。あ、でもジャガーさんが言うんだったら何でも OK。 そうなんだよね、なんせ私がルールだから。じゃあさ、一人ずつの夢を語ってもらおうか。夢、うん、夢、やっぱりね、夢っていうか目標を持っていきないと人間っていうのは成長していかないので、一人ずつの今のね、役者としてレスラーとして、まあ両方として、まるは演出家としてどういった夢を持っているのか、じゃあまるちゃんから言っていただきましょう。私からですか。絶対あっちからだと思ってました。いや先に言った方があと言いづらいんだから。なるほど。でもその間に考えられるけど。なるほど、うん、夢ですね。やっぱりその何個かたくさんあるんですけど、うん、一つはやっぱり劇団の主催なので、水色革命のその、うん、劇団員他に12人いるんですけど、その12人の人たちがそのまあ食っていけるじゃないですけど、うん、何かその、うん、やっていきたいですよね、うん、その食べていけるような作りとかですかね、うんうん、あとはやっぱり演劇をいろんな形で伝えたいです。例えば自分だったら元レスラーなので、うん、その自分にしかできない感じの演劇を多くの方にちょっと見ていただきたいなっていう感じですかね。あとはお家が欲しいですね。あとは車も欲しいです。いっぱいありますね。あれでもそろそろ旦那さんも欲しいの。それ旦那さんまだいらないですね。もういいだろ、一回失敗してんだから、ね、もうしばらくいいです、うんうん、はい、わかりました、はい、なかなかね、はい、でも食べさせたいよね。そうですね、やっぱり、ね、はい、そういう思いは一番強いですね、うん、ね、今コロナ禍の中だから、はい、余計にね、はい、ちょっと一回毒なっちゃってるかもしれないけど、はい、きっとこのコロナもね、はい、きっとこう、はい、打倒策というか、そうですね、来年になれば薬もどんどん出てきて、はい、ワクチンも出てくるので、はい、ちょっと収まるんじゃないかなとは思うけど、はい、今ね、だからインフルエンザがあの死者ゼロなんだってよ。どういうこと。だからインフルエンザにかかる人がほとんどいないっていうことなんだよね。まあコロナが強いって思う言い方もあるかもしれないね。で手洗いもしっかりしてますもんね、うん、みんなも。だからあの、はい、インフルエンザにかからないんだと思う。マスクしてるしあと。確かにそうですね、うん、やっぱり一番大事なのは手洗いだということは、はい、あのうちの医者の主人も言ってました。意外とあのお医者様がかかる人がやっぱ少ないので、そうですよね、それは手洗いじゃないかということは言ってました、はいはいはい、だけどね、話余談になって次に聞くからね、時間があるからあのね、はい、本当にね、コロナの私あの濃厚接触者になって、はい、冷たくされて一人で孤立してたって話を聞いてたと思うんだけど、はいはい、いや本当に医者の徹底的に、はい、徹底してるというか、はい、あの妻だろうが家族だろうが大丈夫って聞かないからね。あ、絶対一切接触しない。自分がかかってしまう、まあ私はかかってなかったんだけど、はい、かかってるとしたらその家族っていうのはすごい大変なわけ。特に医療従事者だから、はい、その話だけでダメになってしまう、はい、全部が。だからその責任の重大さっていうのはもうすごく感じて、私は絶対にあの感染しちゃいけないんだっていうことを改めてね、はい、感じさせてもらった。それはもう皆さんも一緒なんだけど、はいはい、これはやっぱり一人ずつの意識、はい、やっぱ意識の足りなさがこの感染者を増やしてると思うので、はい、若い、ね、方たちばかりのせいにしてはいけないんですけれど、はい、そういったあのこう
どうせ自分が感染しても治るだろうってインタビューで聞いたんだけど、はいはい、どうせ私自分は何重くならないからっていうふうにを考えてる人もいるみたいで、やっぱそれの自分の無責任さがやっぱりこう感染をね増やしていってるんだなっていうふうに感じたので、いやもう一人ずつが気をつけてれば、まあ防ぐことはできるからね、やっぱ改めて今回のそのコロナ感染のしてるかしてないかの待機の状態の時にね、いろんなことを考えさせられたので、これ一人ずつの責任なのでね、これは本当に誰が移したとか移されたとかじゃなくて、一人ずつ意識していけば絶対になくなると思うので、みんなね劇団の方もそうだと思うし、プロレスラーもそうだし、絶対これは移したり移されたりしちゃいけないということを改めて考えさせられたことでした。なんかの話を戻します。はいはい、自分は役者としてもプロレスラーとしても共通で、海外に行きたいからね、ずっとあります。やっぱプロレスで海外、まあ結構行く人も、まあ、まあいますけど、狭き門だと思うので、そこまで行けるように頑張っていきたいと思いますし、演劇の方は海外行く劇団とかあんまりなくないですか？あれあります？知らない時かな、まあ、まあある、あるにはあるけど、日本にも劇団もすごい数あるじゃないですか。その中でやっぱり海外行きたい、水色革命で行きたいなっていうのは夢ですね。あとタワーマンションに住みたいです。タワーマンション、タワーマンションじゃないかい、ね、そうだね、はい、今のお部屋は 1K60 でも夢大きい方がいい。夢大きい方がいい。そうだよ、大体私もだって 4畳半ぐらいの部屋から始めてるから、ほら結婚したらほら150、40、50ぐらいの部屋結構じゃないで、ぐらいに住めるようになったので、いけますね、タワマン、タワマンいけるね、多分、タワマンいける。今大きく思うと、はい、はい、次の仕草、はい、夢、お芝居をずっとこれから続けていきたいなって思ってて、年を取ってもいくつになってもずっとお芝居を続けていくっていうのが自分の中で夢があります、ここで終わりじゃなくて、年を取っても家できる役がいっぱいあったりとか、なんか芝居の幅ってすごく広いと思ってて、なのでなんだろう、本当にずっとずっとお芝居をやって、最後お芝居で死ぬみたいな感じで、本当に最後までお芝居やれたらいいなってすごく思いました。私みたいだね、プロレスで死んだなと思って。ああそうですね、本当だね、役ぴったりじゃないですか。そうなの、役じゃなくてそのまんまなんだよ。本当、そろそろだんだん寿命の時間になって、時期になってきちゃったら困るんだけど、なんか私来年で45周年だからね、15で入って60になるもんね。すごい、知らなかった年、私来年還暦なんだよ、59。全く見えないですね。よかった、見えるって言ったらもうちょっとで杖つこうと思っちゃった。そんでまあやっぱり夢って、私はやっぱり私も常にこう目先の目標を持って生きてきたんだけど、やっぱりきっかけってあるじゃない、皆さんのこの、私丸はプロレスになったきっかけとは何とか分かるんだけど、なんで舞台に行ったんだろうとかって、すごくやめてもうすぐねやっぱ舞台の方に行ったので、そういうのをちょっと聞きたいなと思うので、それぞれねこうきっかけとか、今この世界に入ったきっかけなんか教えてもらっていい？はい、あ、自分です、プロレスラーになったきっかけ。プロレスラーねえよ、もうお前はやめてんだから。あ、役者、そうそう、役者今こう、劇団持ったっていう経緯がわからない。あ、なるほど、水色革命、25歳で自分、プロレス引退して、今39なんですけど、25引退した時に芝居やってて、でその時はその吉本の劇団にいたんですけど、そこを卒業して、ちょうど脚本、その時は脚本と演出はやってなかったんですけど、ちょうど脚本演出家を探そうと思ってたんですが、ちょっと予算が足りなくて、
あ、足りないなと思ったので、ちょっと自分でやろうかなと思って、自分で脚本と演奏やりだして、うん、それがうまくいって好評で、うん、でやりだして、あ、そのうち劇団やってみたいな、うん、みたいな感じですかね、うんうん。でもそれは広がっていってるってことだからね。はい、自分個人がやってた、はい、わけでしょ、最初は。で、今だって年々人数は増えてるもんね、劇団員。年々っていうか、はい、減ったり増えたり。でも最初の頃ってすごい少なくなかった？私が最初に出た時とか。でも10人ぐらいいました。今は？今は13人。3人増えたじゃない。ね、はい、そう、やめたりね、はい、あの日また増えたり、ね、増えたり、それは繰り返したけど、はい、うん、はい、そうですか、ね、うん、はい、じゃあマサはきっかけ、うん、舞台、お芝居始めたきっかけが、あれ、そもそもあのすごい笑ってる、ってんの、うん、あのモデルになりたかったんですけど、自分の顔見ろっつんだよ鏡でね。お前そんな身長のちっこいモデルがいるかっつうの。そうなんです、小6くらいに、あ、6年生だからね、考えるね、めっちゃ前なんですけど、うん、くらいにモデルになりたくて、うん、でなんか当時読んでた雑誌にあった事務所のオーディションを受けたんですね、うん、養成所なんですけど、うん、がなんか全然やっぱ知らないので、うん、業界のこととかが入ったところが結構舞台メインをやってる養成所に入ったの で、うん、でそれでまあモデルになりたかったんですけど、まあでも養成所から舞台出ないよみたいなとか、まあ CM の案件とかパッパッパッってやってるうちに芝居が好きになって、うん、でそれで舞台何本か、まあちょっと最初はそんな乗り気じゃなかったんですけど、うん、やってったら舞台好きだなってなって、うん、まあそこを退所した後もこう舞台続けて、まる、うん、さんとオーディションで会いまして、うん、でそこから水色にも誘っていただいて、うんうん、そのまるさんと会ったきっかけでプロレスにも誘っていただいて、うん、後からプロレスじゃあ、はい、そうですね、はい、ああそうなんだ、はい、へえっていうきっかけです。いや分からないね、縁がね、そうですね、はい、不思議です、はい、なんかそのキック、はい、あ、すいません、その志田組、志田光のレスラーが主演やってた時の、うん、あの舞台のオーディションにミサが来て、うん、でその時まだ今20歳なんですけど、その時17歳、はい、17です、17歳、制服かなんかでなんかオーディション来て、はい、おーと思って合格して、で合格した後にねえねえねえ、プロレスやってみたら。すごいね、ここでちゃんとレスラー少ないからね、はい、ありがとうね、協力いただいて。骨が結構太いので、うんうん、なんか合うんじゃないかな、勝ち気ですし、プロレス挑戦してみたらって言ったのがきっかけかな、うんうん、はい、まんまと、はい、まんまと出てない、まんまと、まんまと入っちゃいました。そうだよね、でもアピールしやすいけどね、役者としては最初はね、はい、うん、はい、まあ有名になったプロレスやめちゃいな。なんと。どっちか、どっちが有名になった方で、うん、ね、はい、プロレスがなるか、そうですね、だけでなるか、どっちがどっちがどっち。いや私どっちも時間かけて、はい、有名になったよ。おお、すごいです。いやプロレスやっぱりね、テレビ放送してもらえるようになるんだけどね。やっぱりプロレスも、う、ね、うん、やっぱ番組がつかないとね、はい、やっぱ団体が今多い中、はい、あの自分の好きなところの団体は知ってるけど他は知らないとかってなるじゃない、どうしても、はい、ファンからしてみれば、はい、だから どこもね、やっぱテレビ放送がついてるところは強いと思うんだけど、はい、放送がないところはね、やっぱなかなかこう覚えてもらえなかったりするので、はい、やっぱテレビをつけられるようにね、はい、まあ今は YouTube で自分で放送したりとかしてるけれども、はい、やっぱ YouTube よりも地上波であったりとか、はい、ね、いろいろこう、はい、一般の方がよく目にするようなものにこう露出できるようになったらね、はい、いいなと思いますけどね、はい、はい、それでは次、夢を語る。はい、私もともと舞台を目指していなくて、もともと声優を目指して、でアニメがすごく好き で自分そんなに女性だけど声が高い方ではないので、たまたま見たアニメで女性が男の子役をやっているっていうアニメを見てた時に、うん、あ、女性でもできる役、この低い声でもできる役ってあるんだなって思った時に声優になりたいって最初に思って、うん、でそこから専門学校と、うん、あと、まあ、養成所に通わせていただいて、うん、
でたまたま養成所の時にオーディション舞台に一回出たいな出てみたいなって思った時にオーディションを探して、うん、養成所でお世話になった先生の舞台のオーディションがあったので、うん、受けてみたら、まるさんが25周年の主演をやっている時のコルバタの舞台だったんですよ。でそこから舞台出て、まるさんに劇団のお誘いをいただいて、それからずっとお芝居を今やってる形です。きっかけになってる。じゃあすごい丸の影響力。こう見えても結構すごいのよ。これどう見えるんだっていうの。どう見えても前髪切っちゃいました。でもさ、こんな少年みたいな少女みたいな40歳いないよね。まだ39です。もうシャゴニュシャゴニュシャゴニュ。そっか、きっかけね、いろいろあるよね。うん、やっぱりきっかけって大事だよね。はい、そうすると縁、ね、きっかけがあって、そんでまた縁ができていくしね。はいはい、うん、だんだん広がっていってね。はい、うん、やっぱみんな大きく大きくなっていくんだな、これから。何歳今？25です。ああ、まあまあでも若いもんな。はい、半分も生きてるしね、私の3分の1もう。本当このでも私はあんまり考えないので、やることは一緒、やってることは一緒なのでね。はい、やっぱ年齢のことを考えないようにやってますけれども、はいはい、本当に私だってまだまだなんか結婚して子供もいるけどね。はい、全然家族を顧みず自分の好きなことやってますけどね。だからこの今回のこの舞台のやつ聞いて、はしばしなんか私のこと言ってるなと思う内容もあるのよ。2人にあのこの、やり取り、ちぐさと若原のやり取りとかで、いやこれ網見たと思いながら、部分ね、はい、もちろん全部一緒じゃありませんよ。それ全部一緒じゃないですけど、耳が痛と思いながら。だから、はい、ノンフィクションだけれども、ところどころは当てはまってますから、部分、まあ私個人はね。はい、でも全然違うこともありますしね。みたいなのもあるとかね。ね、だからちょっと幼さの方が多いとは思いますけど。はいはい、あれは想像したのかな、塚先生が。想像。まあ想像で物語作ってるじゃない、想像とか。はいはい、あとは取材でも何か得てるよね、きっとね。あとなんかその場で塚さんはその場で台本がないみたいで、その場で全部セリフを投げて飛ばしてセリフを作るみたいですね。口立てっていうんですけど、はい、なので。そっか、想像するのかな、この世界を。ある塚先生自体があると思います。あると思います。その想像やめろっていう部分もあるよね。ちょっとイラっとくん、この世界の中からイラ、そう思って思うのかよとか思いながらも見てるよ、私は。プロレスの話なので、うん、そのプロレス側からの、ですよね。そう、はい、プロレス側で見て、はい、お前そういう風にして人を勘違いするんだろうよとか思ったりするし、はい、それを訂正する部分もある、はい、あるし、はい、だけど逆に、あ、そうだなって、そういう見え方もあるなとか、はい、なんかいろんなことを思わせてくれる舞台よね。はい、ね、やっぱプロレス人生なので、はい、やっぱそういうふうに思いながら見れる舞台っていう意味では、はい、すごく楽しいし、はい、また難しいし、うん、見る方もこう本当コロコロあるんでしょうね。見る方もね、本当に、うん、1時間50分、ね、あ、1時間50分、もうでもあっという間だよね。はい、ね、2時間行くかなと思ったんですけど、なんか試合シーンとかも途中アクションシーンとかダンスシーンとか、うん、結構入れてるんですけど、うんうん、豪華に入れてるんですけど1時間50分だったので、うんうん、そういえば私ダンスのシーンがなんで私ないのよ。一緒にこうやって踊りたかったのに。あ、また行っちゃったけど。本当ですか、今から作れます。今から、あの、なんとだってみんなで、あ、アキラにもやるぜ、アキラにも。アキラ選手。アキラもいい役だもんね。はい、いい役です。アキラさんとジャガーさんがもうパートナーみたいな感じですもんね。ふざけてんだから、どっかふざけてるとこで出たらいいのね。結構乗らせれば乗るよ、この人。結構ね、はい、楽しみ。そうそうそう、そしたらどこしかできないんだろう、どこなの。演出家が考えるか、はいはい、ちょっと途中長いなと思って待ってる間は、あそこだからちょっとダンスぐらいでちょっと出れないかなと思って。スタンバイ、はい、
スタンバイする時間すごい長かったですよね。長いからもう本当にセリフ全部みんなの覚えちゃうから、ね、でも自分の忘れるからそれは困ります、はい、ですね、まああと 5,6 分になりますが、はい、ちょっと1回だけね、はい、番組の応援の回とか、はい、すいません、あの、はい、じゃあこれね、はい、じゃあもうあとラスト5分なのでもう一度応援の回の募集しますね。番組ではね、応援の会を常に募集しております。会員の、特典として生放送の見学とか、応援する番組の MC とのイベント、まあ私ですね。うん、まあ、ジャガー頑張りますという、こう番組がありますので、その応援する番組の名前を書いて、ぜひこう応募していただければなと思います。まあコロナ禍のでね、なかなかイベントともやるの大変なんですけど、あのスタジオにこう応援に来るぐらいなら少人数で見に来れますので、ぜひぜひ応援の会も入っていただければと思います。鳥小屋通り FM のホームページを見ていただいて、そこに応募していただければと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ最後に、あと5分あるからね、みんな1分弱ずつ、はい、このリングリングリングのね PR 時間、じゃあ今度後ろからこっち側から、はい、はい、PR してください。私持ってますからね。はい、ありがとうございます。役者チームめちゃくちゃ熱い熱い芝居となっております。座組全員で魂込めて頑張ってますので、ぜひお時間ありましたらよろしくお願いします。10秒ぐらいだったよ。1分半だ。ありがとうございます。プロレスチーム主演の松井美沙です。改めてよろしくお願いします。今回最後の方で、まあ、先ほども言いましたジャガーさんとの初対戦シーンがねえすごい、うん、うまいな言い方がないでなかなかリングで実現できないで願っても叶わないと思うので、それをね舞台上でできることがなんかすごく嬉しいです。プロレスチーム役者チームと全然違って、まあ、ぜひどっちも見に来てほしいんですけど、まあ、強いて言うんだったらプロレスチームやっぱ誰もがね、うん、強いて言うんだったらジャガーさんもいらっしゃるので、うんうん、プロレスチームの方を見に来ていただきたいなと思っております。見た人がちょっと明日もうちょっと頑張って生きてみようみたいな、そんな風に活力をもらえる舞台だと思うのでよろしくお願いします。待ってます。はい、はい、エース化として、はい、今回、うん、役者チームとプロレスチームとありますが、どっちも結構違います。あの同じセリフを言ってるんですけど全く楽しみ方が違うと思うので、うん、強いて言えばどっちも来てください。強いてはよろしくお願いします。あの、はい、一つの同じこう脚本で、はい、二度おいしいっていうことで ね、うん、そうですね、伝え方が違うのでね、はい、やっぱセリフが一緒でも、はい、同じ動きも違うし、はい、動かし方も違うし、はい、そういう意味で本当に二度あのブリコのね味のキャラチョコレートのキャラメルみたいなのに、はい、二度おいしいじゃない、はいはい、そうけ、はい、多分違う、知ってるわけないやな、私ぐらいで違うな。300m 走れるだけか、パワーがつくだけか、キャラメルって、いや誰もわかんないわ、ごめんなさい変なことで、分かってる50過ぎの人がね、みんな50過ぎの知ってると思いますけど、今回の舞台はね私も、出させていただいてるので、プロレスにはプロレスの舞台ではあるんですけども、全然プロレスとはかけ離れて見るところが違います。なのでぜひぜひ、見に来ていただいて、感想もどんどん水色革命の方にもね必ずあるでしょ、アンケートとかもね。はい、アンケートはない、出してない。はい、劇案はないですね。そう、一応ツイッターとかで、ね、はい、あごめんなさい、そうね、今の時代そうね、それに書き込んでいただければね、それを参考にさせて今後のあれにもなりますので、ぜひぜひ皆さん見に来てください。それではですね、まだ終わらないんだよ、これちょうどにペッて切れるからさ、どうでしたかこの生で配信されて、まあ、何百人か何千人か分かんないけど見てますけど、緊張します、しました、ただねやっぱ普通の地上波と違うところはこのリラックスしたこの感じのラフな感じがね、やっぱりすごくあの YouTube みたいな、うん、そんな感じのこう、はい、ラフさがね、はい、楽だなと思います、はい、自然体でいいのでね、そう見どころですもんね、うん、YouTube そうに、やっぱり YouTube の
良さってそこかな、はい、やっぱ固まってないような、はい、うん、リラックスしてね、はい、行くので、はい、あと1分前だよ、全みんなで息を止めて1分間じーっと待ったら番組ならねえよあのね、もう2週間お休みで、今日3週目だ、私2週間お休みしてたんで、だから3週目にみんなに来ていただいて本当に盛り上げていただいてありがとうございました。本当にもうあと10日ぐらいで本番になりますけど、リングリングリング、あとプロレスもですね、思い出した、あ、19日にですね、ラジアントホール、なんだっけ、横浜ラジアントホールでですね、ディアノの興行があります。昼12時からと夕方6時頃かな、ちょっと夕方出ないから分かんないんだな昼夜で若者チームが夕方出て、ちょっとキャリア組は昼の興行なので、私はもちろん午後の部ではなくお昼の部に出ますので、横浜ラジアントホール、ディアナの興行を見に来ていただければと思っております。そろそろですか、あ、終わりですね。そろそろみんなで仲良くさよならしましょう、はい、まだ15秒とか言わないとまだ終わらないねあと何秒、あと何秒、あと何秒、もう終わる、もう終わりですか、はい、はい、じゃあ全員見に来てください。ジャガー頑張ります、終わりよ、ジャガー頑張ります、ありがとうございました。